しょうがないね。確かに、まあ、ピーちゃんも俺もほら、ファッションセンスないじゃない。全くないね。ゼロじゃない。ゼロ。どうしてる服とか。俺はだから、もう毎日ピョン吉だから。最近ほどもうピョン吉しか見てないわね。ピョン吉ばっかり。シャツね。うん。最近はだから上着ももう結構カタログ見るとさ欲しくなっちゃって、うん、毎冬ジャンパー買っちゃうんだよ、うん、ちょっと抑えようかと思って、うん、今着てるのは昔ロケ行った時にねマグロ漁業組合あ、ま、タイか黒鯛漁業組合の漁師の変な親父が近寄ってきて「おいでさ車取ってよ」っつって。くれよあったかいからよ車つってくれよっつってその上着を着てるなんでそれ着てんだよその下に T シャツピンピンピン着てるもう漁師だよそれは漁師漁師いやでもあのファッションセンスっていうのもさやっぱあれももともともあるんだけども中学ぐらいまでに培わないとダメだダメだね中学ぐらいまでさ、うん、もうこだわりないからほらお袋が買ってくるのを別にそのまま着たりそうそう兄貴のなんかほら勝手に着たりとか、うん、そうそうっていう感じだったからさ俺高校時代なんかさそうほら危ないデカが流行ってた時期、うんうん、危ないね、うん、で俺ママチャリに、うん、柴田恭兵さんのこう髪型してさグラサンで俺通ってたね学生服ねそうだよ危ないおばちゃんだよそうだ本当俺そんな感じで行っててさ、うん、でそれでほらねちょっとディスコ行ったりとかたまにするじゃないなんかほら親父のジャケットとかを無理やりこう引っ張り出してわかるわかる来るけどさサイズも合ってねえしどう見てもおっさん臭いわけよ、うん、とか、うん、妙になんかネクタイとかしてんだけどさ、うんうんうん、なんか冠婚葬祭用のネクタイとかしてんからさお前その格好なんだって有田とかに言われてさあこれはちょっとこの格好ダメなんだと思ってしかも俺靴ラグビーのスパイクで行ってんだからディスコにそれでルーティンやってんだろやってないなんでディスコでルーティンやってんのいやもうとんでもなかったよもうその俺のファッションセンスなんてでお袋はおしゃれだったんですよおお女優目指してたぐらいだからあそうなの、うん、うちのお袋はあの女優になりたかった人なんで女優崩れっていうかねまあねまあまあ一応目指してはいらしたんだ、うん、枕営業とかなんかしたけど我が親を何ちゅう言い草だまあダメだった人なんですよだから洒落てんですよ、はいはいはい、昭和6年生まれですけども、うん、もう当時の写真見るともう最先端の、でイケイケだったんですよ、うん、だから子供の頃に俺の服とかも結構洒落た服買ってきちゃうわけ、うん、ところが小学生の頃ってさそういうの恥ずかしいじゃないもうなんかこうきっちりしてんのイライラしたしねそうそう埼玉だからさ、うん、そんなみんなもうさ、うん、なんかちゃんちゃんこみたいのしか着てないんだよ、うん、そんなことはねえけどそれでこうやって学校行くとさ一人だけさ毛皮のコートみたいの着させられてさすごいさパリコレ出てくるような少年みたいな感じでさこうやってさだからそういうんで嫌だったのよ、うん、だその反動で普通の服がいいなって思うようになったわけあれさ腹立つのはさ洋服屋さんのさあのほらおこれ例えばじゃあいいジャケットじゃんかと思ってさ、うんうんうん、おいいねいいね、うん、でもさ値札をさこんなところとかさ、うん、中に入れてあったりするじゃんか分かんないんだあ行ったことないの服屋本当にほぼ行ったことないいや中に入れてあんのよいやだからさこうやっておいいなーってさ見るふりしてさこうやってさスッとこう引こうその値札をさ見ようとするんだけど、うん、やったと思ったらさコットン 100% ってあこっちじゃないわみたいなあのなんかほら 2,3 枚ついてるじゃんか紙がちょっと素材の方じゃないわ俺が見たかったのってでもう一回チャレンジしたいんだけどもう店員がここで見てるからさそんなあれなんであんなことをすんの値札とかをさ中のバレないとこになんかちょっと騙し入ってんのかねだって例えばじゃあ1万円なら買うけれども、うん、5万円だったらいらないあるあるよ絶対5万円なく服なんか買わないよ買わないじゃない買わないよさあ別に T シャツでもおこれ5000円だったら買うけど1万だったらいらないわ、うん、絶対いらない T シャツなんかねちょっとごめんねあんたが言ってるニュアンスとちょっと違うんだけど俺が言ってるのはお何番組から太田さんにプレゼントだってよなんで何なんでピーちゃんだけなのすいませんちょっとあ、来たよ久々にこれ人気者人気アナウンサー、ちょっと素敵なプレゼントなんロッケあ、重いですねちょっとあれあ、なるほど要はピーちゃんだけっていう理由が分かった勘弁してくれよ
こんなに俺一生着なきゃなんだ。32枚入っております。あ、1ヶ月毎日着てもまだ余るっていう。いや俺ね、別にヒロシを超えるつもりはないんだよ。いや、ありがたいじゃない。ほら、ありがたいけど、毎日着てるからね。で、ほら、だいぶもう薄れてきてるじゃん、色が。あの、厳密に言うとね、これ日テレのやつなんですよ、うん、そうです。僕が着てんのは、あの、原作者のやつなんです。え、な、そう、原作者の方がいいの？僕はあの、原作者にこだわってる。文句言うんじゃないよ。こんだけ用意してくれてんのにさ、何が原作者の方がいいか。そこにこだわるかみたいな話。今まで何でもいいっつってな、カエルにこだわる。ファッションのこだわり何もねえのに。ちなみに、あの、今日はスタッフ一同このような形で。え、いや、だから別にさ、この人が原作者じゃない。なんなんだよ。なんでこの人がデザインしたみたいな。全員来ております。おい、上田、何、次バカボン来てくるぞ。ああ、それあるな、確かに。確かにあるわ。